金融商品を通じて直接的または間接的に SDGs へ貢献することが可能です。今回のテーマは SDGs、 ESG 投資、インパクト投資って何です。皆様は SDGs をご存知でしょうか。 SDGs とは2015年の国連サミットで採択された持続可能な開発目標、英語でサスティナブルディベロップメントゴールズのことで、その頭文字を取ったものです。難しそうに感じるかもしれませんが、平たく言えばより良い社会を目指すみんなの共通目標ということです。そんな SDGs ですが、ここもとの地球環境変動に対する意識の高まりなどに牽引されて注目が集まっています。そんな SDGs と SDGs に関連して ESG 投資、そして耳慣れないかもしれませんがインパクト投資について整理したいと思います。 SDGs は貧困、飢餓、健康、教育、ジェンダー、クリーンエネルギーといった私たちが解決を目指す17の目標、ゴールと、それをさらに具体化した169のターゲットの総称です。 SDGs の最後に小文字の S がついているのは多くの目標、ゴールの集まりだからです。このように私たちが取り組むべき課題はたくさんあります。そしてそれらをまとめて SDGs という言葉になったのは実は意外と最近のことなのです。近年 SDGs が注目を集めるようになったのは、地球的な環境破壊への世界的な危機感が高まっていることや、 SDGs が先進国と新興国が共有する全世界参加型の目標であること、さらにビジネスチャンスとしての認識が広まっていることなどが背景にあります。次に ESG 投資についてまとめたいと思います。 ESG 投資は企業の収益力といった財務面ではなく、環境、社会的責任、企業統治といった企業の社会的な行動に着目した投資方法です。先に触れた SDGs が私たちが解決を目指す目標なら、 ESG 投資はこの目標を達成するための金融商品を用いた一つの手段と捉えると分かりやすいでしょう。私たちがエコバッグや再生可能エネルギーを利用して地球の環境問題に貢献したいと考えるように、 ESG 投資を通じて社会問題に取り組む企業を応援することで、私たちはSDGs に間接的に参加することができると考えられます。ちなみに米国の調査会社 EPFR グローバルによれば、世界の ESG 関連の株式投資信託への資金流入は2018年以降、2021年7月21日までの累計で約4360億米ドル、約48兆円に達しています。グラフを見ると、2020年後半から資金流入のペースが加速していることが伺えます。また、ESG 関連の株式投資信託の6月末残高は 1.49 兆米ドル、約164兆円です。2018年の1月から 4.6 倍に拡大しました。ちなみに、グリーンボンドなどの債券に投資する債券の投資信託の残高は6月末で約4460億米ドル、約49兆円です。ただ、SDGs や ESG 投資に関わるビジネスが大きくなるにつれ、それにあやかろうとする名ばかりの ESG ファンドが現れています。いわゆるグリーンウォッシングと呼ばれる上辺だけ環境保護を謳う行為で、最近問題視されるようになってきました。こうした投資ファンドの偽装を見分けるために、欧州ではサスティナブルファイナンス開示規則が導入されています。 SDGs や ESG 投資への関心が高まる中、私たち投資家も中身を見極める賢さが求められるようになってきました。続いてインパクト投資についてお話しさせていただきます。現時点でも進展する世界的な未曽有の災禍は、人々の価値観、社会の風潮、企業経営や
経済環境に大きな影響を及ぼしています。持続可能な開発目標である SDGs やその達成プロセスの一つとなる環境、社会、企業、土地、すなわち ESG に注目した ESG 投資が従来以上に強く意識される中、インパクト投資も注目されつつあります。インパクト投資とは、社会的事業を行う企業、組織、ファンドへ投資することによって、財務的な収益、つまりリターンと並行して社会的な成果を同時に生み出す、何らかの社会的にプラスの影響、すなわちインパクトを生み出すことを意図した投資です。インパクト投資は欧米を中心にこの10年余りで発展してきましたが、日本においても ESG 投資の拡大、自然災害の増加、社会構造の変化を背景に市場が拡大しています。その投資先は質の高い教育、健康医療、再生可能エネルギー、食料の安全確保など主要な社会的課題を中心に多岐にわたっております。インパクト投資はこうした分野にプラスの影響、インパクトを与えたい、与えようというものです。インパクト投資のグローバルネットワークである GIIN グローバルインパクトインベスティングネットワークによると、インパクト投資として運用する資産総額は2019年末で4040億米ドルでした。また GIIN は現在の市場規模を7150億米ドルと試算しています。一方 GSG ザ・グローバル・ステアリング・グループ・フォア・インパクト・インベスメント国内諮問委員会が行っているアンケート調査によると、2020年度の日本のインパクト投資残高は約5126億円でした。2019年度調査の3179億円から大きな進展が見られています。今後は社会が大きく変化し、先行きの不透明感もくすぶることから、中長期的な視点に立ち、人々、社会が必要と考えるインパクト投資が SDGs の観点から有効な選択肢の一つになると考えられます。以上、 SDGs、ESG 投資、インパクト投資について見てまいりました。金融商品を通じて直接的または間接的に SDGs へ貢献することが可能です。改めて整理すると、株式市場であれば本日お話しさせていただいた ESG の考え方を投資判断に組み込んで、総合的に高い評価の企業に投資する方法があります。投資信託であれば EPFR グローバルのデータを使ってお話しさせていただいたように、ESG に積極的な企業群に投資するファンドがあります。債券市場であれば、企業や国際機関などが衛生や福祉、教育といった社会課題の解決に資するようなプロジェクトに要する資金を調達するために発行するグリーンボンドなどがあります。ここもと世界的な未曾有の災禍に見舞われる中、私たちが抱える様々な課題や SDGs の理念、そして私たちとしての取り組み方について改めて考えてみてはいかがでしょうか。マーケットのご意見番、本日は以上です。また次回お会いしましょう。